はい、今回はですね、上申書、マルジン事件と、後藤良二と、先生こと三上静夫について、ちょっと気になるところを、お話ししていきたいと思います。皆さん、この上申書、マルジン事件というのをご存知でしょうか。まあ、ちょっとね、内容が複雑なんですけれども、ちょっとね、僕なりに思うところをお話ししていきますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。あと気になる方ですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。この上申書マルジン事件っていうのは、ちょっと複雑っていうかね、複雑なんですよ。でね、なんていうのかな、事件もそうなんですけど、そこのね、裏側に隠れてる、人間関係っていうのが、いろいろ難しいよなっていうことをちょっと僕が思うんで、ちょっと僕なりの解釈をね、挟みながらお話ししていきますので、よろしくお願いいたします。皆さん、ちょっとね、この、上申書マルジン事件とね、関係してるっていうことなんですけど、凶悪っていう映画ご存知ですかね。この凶悪っていう映画の、実話ですね。あとこの凶悪という映画の元ネタになってるのはこの、上申書、マルジン事件っていうことなんですよね。この映画、僕、見たことあって、結構考えさせられるなとかって思うんですけど、この、凶悪のね、映画の中に出てくる、リリー・フランキーが演じてる役が三上静夫っていう、今回話していきますけど、先生っていうやつですね。で、893で、この、上申書、事件を暴露した、後藤良二っていうのを、ピエール滝がやってると。あと、山田孝之がやってる、宮本太一っていうこの記者があるんですけど、この記者がね、結構大事っていうかね、っていう感じなんですよ。で、これね、ちょっとその前にも事件が挟むんで、難しいなって思うんですけど、ちょっと頑張って話していきますんで、よろしくお願いいたします。まずですね、このね、上申書、マルジン事件で、語る上で欠かせない、暴露したっていうか、この後藤良二と、この先生って言われてるこの三上静夫っていうこの二人のね、人間関係についてから、まずお話ししていきますね。この後藤良二っていう人は、昔から悪さをしてた、不良、あるいはもう893なんですよ。で、893の中で、自分の力をどんどん発揮していって、893の自分の組も作ったんですけれども、年齢のことかながあってね、ある時から仇になろうと、いうことを決めたんですよ。そしてその自分が仇になろうと決めた時に、三上静夫っていう、男に会ったんですよね。先生っていうね、最初に言いますけど、この先生っていうこの三上静夫っていうのはね、表向きがね、人当たりがいいのか、人格者なのかもしれない。裏の本当腹の黒さとか本当ね、ひどいですからね、このひどさ、黒さ。人間の本当表と裏が出るなっていう、ちょっとその話は一回置いといてごめんなさい。三上静夫がね、この後藤良二に、不動産ブローカーっていう仕事を教えたんですよ。で、そこの、不動産ブローカーっていう仕事は別に資格もいらないから、不動産の間に挟まるような仕事だから、そっから二人の人間関係ができて、後藤良二がね、この三上静夫のことを先生っていう感じで慕っていたっていうようなことなんですよ。そしてそこからね、その人間関係から、三上静夫の犯罪行為を後藤良二が手伝っていくっていうようなことですね。でね、ちょっと気になるんですけど、今のこの話を一回ここまで整理っていうかしていただくと、後藤良二と、先生こと三上静夫っていうのは、信頼関係があるわけですよね。じゃあなんで、この、上申書、マルジン事件っていうのは、後藤良二がね、この三上静夫の、犯罪を暴露したっていうことなんですけど、なんでバラすのかなっていう話になると思いませんか？普通に、なぞなぞとかじゃなくて。それにはね、理由があるんですよ。で、その理由についてお話ししていきますね。三上静夫が、後藤良二に、犯罪をさせた、あるいは犯罪を手伝わせたっていうので、ある時にお金を払わなかったっていうことなんですよ。それがまず1点。つまり約束を破ったってことですよね。あともう1点は、
後藤良二が、自分の大事にしてる弟分がいるんですけど、その弟分の、まあ、世話を三上静雄に頼んだんですけど、三上静雄がサクッとその約束を破って、そのね、後藤良二の弟分が、自ら命を絶ってしまったんですよ。で、この二つね、だから、犯罪のお金を払わなかったっていうようなことと、自分の弟分を見るっていう約束を、まあ、不義理にしたっていうこと、そっから、この後藤良二が、暴露したことを、まあ、上申書丸人事件っていうことなんですよ。うん。ただしね、ちょっとその前にあるんですけど、後藤良二は別の事件で刑務所に入っていたんですよ。うん。何で刑務所に入っていたのかっていうことについてお話します。だからその、なんていうのかな、後藤良二が今から話す別の事件で刑務所に入りました。で、その刑務所に入ってる時に、もう、三上、静雄がお金を払わない。で、三上静雄が、面倒を見るって言ったら、まあ、弟分の、ことを面倒見ないで、弟分が亡くなってしまって、その不義理をかましたっていうことから、後藤良二が暴露したっていうこと。で、これっていうのは、後に話が繋がっていくんですけれども、後藤良二がなぜ、刑務所に入ったのか、さらに言うと、後藤良二はこの事件で、死刑が確定してるんです。そのことについて今からお話していきますね。後藤良二が、犯した宇都宮監禁丸人事件、このことが、理由で刑務所に入り、これで死刑が確定してるんですよね。うん。どういうことなのかっていうと、後藤良二一人の単独、一人じゃないんですね。すいません。後藤良二が、三上静雄とは別に起こした事件なんですよ。それがこの宇都宮、監禁丸人事件で。一体どういうことなのかっていうとね、まずは後藤良二が、知人に馬鹿にされたっていうことで、そのことに頭に来て、複数人でそのバカにした人間を暴行して丸して栃木の川に遺体を捨てたっていうこと、あともう一つは、栃木県のマンションに押し入って、一人に丸物を打ち込んでそこから放火して、逃げたっていうことで、この放火でね、助かった人も、亡くなった人もいる、総称してこの宇都宮監禁丸人事件ということで後藤良二は刑務所に入り死刑を求刑されているっていうことで、この後藤良二が刑務所に入って、体を拘束されているわけですよ。刑務所にいるからね。その時に起きたのが、さっきの、三上静雄が、お金を払わなかった。あと、プラス三上静雄が、自分の弟分の面倒を見るって言って、嘘をついたっていうこと。で、この裏切りね。だから、三上静雄が裏切ったことから、後藤良二が暴露したんですよ。それが、この、なんていうのかな。上申書、丸人事件の、からくりっていうか、で、暴露するって言っても、ね、後藤良二は刑務所の中にいるわけですよ。暴露しようがないんですけど、そこで出てくるのが、記者なんですよね。いきます。後藤良二が、新潮45の記者に、事件を、告白、暴露した。新潮45の記者はその話を聞いて凶悪事件であるということを、分かってずっと調べていたことから、事件の、ところにたどり着いたっていうことね。うん。後藤良二は、刑務所の中で、宮本太一っていう新潮45の記者の人に手紙を出していたんですよ。で、この、手紙の中に書かれていたものが、上申書丸人事件と言われているものの、三つの事件の、総称なんですけれども、その話を聞いたこの、宮本太一っていう記者がね、うん、この内容はどうなのかなっていうことを思って手紙の内容を精査して、後藤良二のもとに何度も足を運んで、で、いろんなことを調べたと。で、この宮本太一っていう人は手紙だけだとね、証拠が得られないんで、もし本当であってもそれが証明できないわけですよ。だからこの新潮45の記者であった宮本太一は約8ヶ月間ぐらいずっとこのことを調べていたんですよね。だからこれ事件がおかしいなっていうようなこと、うん、で、僕の感想なんですけど、この宮本太一っていう人ね、新潮45の記者っていうのはなんていうのかな、ジャーナリストとしてやっぱ一流ですよね。うん、本当にその記者とかっていうのはやっぱり自分のね、出世とか、それも大事だとは思うんですけど、そうではなく事件の真相、そういったものがどうなってるのかって、やっぱそこら辺を追求することでこその仕事なんですよ、だと僕は思ってるんですよ。で、この宮本太一っていう人はずっとこの、
上申書丸人事件を調べていたということ、そして、まあ、いわゆるこの上申書丸人事件というのは3つあるんですけど、この3つのうちの2つが、まあ、証明できなくて1つが証明できたということなんで、この内訳をね、お話ししていきます。まず1つ目、石岡市焼却事件という、ことなんですけど、これ先生こと三上静雄がね、ある男性を焼いた後に丸したっていう事件なんですけれども、被害者の、男性が60歳っていうことしか情報がないから、証拠がない、つまり物証がない、証拠がない、確証がないから罪に問えなかったっていうことなんですよ。この60歳の被害者の、方ね、三上静雄に丸された方は家族もいなかったっていうことから、どうにもならなかったっていうことですね。うん、続いていきます。北茨城市生き埋め事件ね、これっていうのは、三上静雄が不動産を所有している資産家の男性を、まあ、丸したっていうことね。で、この資産家の男性を三上静雄は生きたまんま埋めたっていう、生き埋めにしたっていうことね。しかし被害者の遺体が見つかっていないことから、またしてもこれ三上静雄が罪に問われないんですよ。で、この、三上静雄が、起こした北茨城市生き埋め事件っていうのは証拠こそないですけれども、三上静雄がね、この資産家の男性の不動産の名義変更をして、すぐにその名義変更した不動産を売り払ったっていうことから、これ明らかにね、事件に関係している可能性が高いんですよ。ただ証拠がなくて立証できないっていうこと。この二つね、もう一回確認します。石岡市焼却事件と北茨城市生き埋め事件に関しては、三上静雄は関係しているけど、証明できなかったっていうこと。そして三つ目の事件で証明ができたんですよ。そのことについてね、お話ししていきます。茨城県日立市で家族が丸人を共謀した、ということが分かっている、日立市魚岡事件についてお話していきます。この事件が結構強烈なんですよね。三上静雄が、まあ、男性を丸すんですけど、ね、この日立市魚岡事件っていう名前に出てるように、丸した男性に魚岡を大量に飲ませて、最後、丸したっていうことなんですよ。で、このね、丸された男性っていうのは、事業、ビジネスに失敗して多額の借金を抱えていた。借金取りが毎日家に来たっていうことで、家族は悩んでいたんですよ。そして、こっからですよね、その借金取りが毎日家に来る、その家族がなんとね、三上静雄に、この、丸してくれっていう依頼を出した、オファーを出したっていうことなんですよ。そこから、この三上静雄が、行動して、この男性をまあ丸して。で、三上静雄はこの丸した男性からね、保険金を得たんですよ。で、この保険金を得て、この男性の借金を返した。で、まあ、もちろん男性の借金を返してもお金が残るから、まあ、三上静雄のその残ったお金がポケットに入ったっていうね。うん。しかし、この、茨城県日立市のね、日立市魚岡事件で、三上静雄は罪に問われたっていうことですよね。うん。で、当たり前の話ですけど、このね、三上静雄がウォッカを飲まして丸したっていう人に、丸人を依頼した家族もこれ罪に問われてるんでね、懲役10年以上が家族に問われてるんでね、当たり前ですよね。うん、もう本当ね、なんていうのかな、考えさせられますよね。そりゃ、ね、借金取りが来てね、わかんないけど、毎日辛いなっていうのは思うけど、それで、なんだろう、丸すっていうような感じじゃないですか。普通に考えて引っ越すなりなんなりって手はあっただろうに、なんでそういう道を取るのかっていうのがわからないんですけど、僕にはね、うん、で、この茨城県日立市の、日立魚岡事件っていうのは、この家族が、借金取りに悩まされて、三上静雄に、丸してくれという依頼を、出して、三上静雄が丸した。しかしこの事件で三上静雄の罪が立証された。で、頼んだ、丸人を依頼した家族も10年以上の懲役を食らっているということ。そしてですね、気になるところ、この、後藤良二と三上静雄っていう、犯人2人は、その後の現在、どうなっているのかって、事件後のその後の現在どうなっているのかっていうことで、もう一回確認しますけど、後藤良二っていうのは別の事件ね、宇都宮監禁丸人事件で死刑が確定して刑務所に入ってる。で、この、上申書丸人事件では懲役20年が確定してるんですけれども、それはもう、別なんですよね。死刑が優先されるんで、日本は。
ただまだ死刑は執行されないんで、後藤亮次は刑務所の中に服役してるってことで、三上静雄に関しては先生ね、まあ、先生っていうのもわけわかんないけど、まあ、三上静雄に関してはあの、まあ、上申書マルジン事件で無期懲役になってるんですよ。死刑にはならなかった。これは、まあ、嫌な話ですけど、丸した人が1人しか立件できなかったから、3件のうちの2件は証明できなかったから、んだからあの一件だけで、まあ、無期懲役ってこと。三上静雄も今現在刑務所に服役してるんですね。ただ無期懲役っていうのはあのずっと刑務所にいるっていうそういう意味ではないんで、 ある時間が経ったらね、社会に出てくる可能性が十分考えられるってことですね、うん、これ三上静雄ってね、あのなんていうのかな、表向きっていうか普通の顔してる、なんだろう、人当たりもいいんでしょうし、なあのまあなんだろう、面倒見もいいのかわからないですけど、裏の顔が本当ね、あの金儲けしか考えてない鬼畜だから、あのこういう凶悪感が社会に出てくるってだいぶ恐怖ですよ、これ本当。もしですよ、後藤亮次がこれあの上申書マルジン事件であの告発っていうかしてなかったら、あとねこの新潮45の記者の活動がね、本当宮本太一っていう方の活動が良かったんで、こういうことが分かってね、今あのこの三上静雄をね刑務所に入れてますけど、これなかったらもうさらに被害者が増えてたんじゃないかっていう、これものすごく考えさせられる、まあ、事件だなっていうことを、まあ、ちょっと僕は思うんですよね。でこのちょっとね、この上申書マルジン事件というのは、まあ、人間関係が複雑、内容がちょっとまあ難しいっていうことなんですけれども、まあ、リスナー様でね、あの関心を持たれる方がいらっしゃるかなと思ったので、ちょっと今回僕なりにこの上申書マルジン事件と、犯人である、後藤亮次、あとですね、まあ先生って言われてこの三上静雄についてお話ししてみましたということで、今回の音声ここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。気になった方ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。